というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあさ、はい、やっぱ翼くんってさ、はい、1週間経つとさ、はい、1週間あると何かしらやらかしてんじゃん、はい、そうですね、はい、バカなのかな。バカだと思いますね、はい、なんだかわかんない日曜会にさ、はい、サバイバルってタイトル入れてみたりする。そう、あのドラクエタクトでやってると ねサバイバルってやってる。であとなんかね、まあ別にこれはタクトのことじゃないんだけど、うん、これってどうした方がいいですかねって完全に聞いてきたからさ、こうしてこうしてこうした方がいいんじゃないっつっと、こうしてこうしてこうしてした方がいいよ抜かしちゃう。どういうことでしょう。何のために聞いてんの。聞いたものを聞いてなかったことにしている、うん、どういうことなんですかね。死んだ方がよ、死のか ねえ。で、あ、またやったっつって、もうなんつうのかな、慣れちゃいかんのよ、これね。あ、いっけねっつって。そう。その都度、あ、死んだ方がいいな、俺。いや、そうです。あ、しもたーと、まずい、ね。じゃないと、本当にさ、うん、もうずっとやらかしてることになるから。いや、本当に。ね。ここがまずいよ。うん、で、なんだかね、あの、またこれも違うことだから、詳しくは言わないけどさ、はい、俺、これまだ、また今回もこれやってないじゃんっつったら、風呂入ってました。はい。こんな、何の理由にもならないから、ね。お風呂入ってたか、その時は。お風呂入ってたんですよ。僕、アーバルペンの言い訳にしか聞こえないよ、これ。ちょうど、あの、お風呂入ってたかタイミングを逃したなっていうあれだったんですよ。とりあえずなんか言い訳言っとくっていう、アーバルペンのね、一番いけないところが最近出てきてる、まあ、このお風呂に関してるとね、まあ、その、まあ、言い訳これか。いや、その前にやりゃよくないか。お風呂入るのがその帝国前だ、ちょっとね、この部分からここまでだったから、まあ、ちょっと詳しく言えないから、ね、計算できない。はいはい、まあ、そんなことが起こりましたね、はい、だから本当にもう、うん、ある程度もうさ、はいはい、あの常連の人たちには、まあ、バカだと分かれてるわけじゃん、はいはいはい、で僕が続かないことを続いてきたりもするよ、そのね、そう、ここみたいな ねこの間のガチャですよ、はいはい、ね、翼くん、この最後にもらえたチケットのこと忘れてんじゃなかろうかと。ビカギさんに言われました。そうなっちゃうのね。もうとうとうそこまで、バカだからな、翼くんだからなぐらい、忘れてそうだなっつって、本当によく知られちゃって、はいはいはい、いや、よかったよかった、これはね、死んだおい、本当にありがたいな、んで公開しちゃってるのかな、このチブを。いや、もう僕はもうそれがもう楽しくて仕方がないから、うん、はい、まあ、なんかね、はい、ふと見たらさ、はい、まあ月初ガチャってもういつからかずーっとやってんじゃない。やってますね。月初ガチャじゃねえな、これな。なんか一応モナレツみたいな感じなんですけど、そうそうそう、月初ガチャはいいんだよ、どうでも、うん、これもそうだ、月初ガチャじゃねえんだ、まあ、これなんでいきなりこんなガチャが。知らねえ。だからこれあれでしょ、結局まあ売り上げ下がってるのもあるし、はい、虚無ってるから、まあね、とりあえずちょっとなんかしなきゃっていうね、まあ、そういうあれが働いてるのかもしれないですよ。まあでも僕はほら、これあの関東市内でしなかったやつが入ってたからさ、うん、まあ、これは僕にとっては美味しいの、うんうんうん、まあ、もちろん翼くんにとっても絶対的に美味しいと思うじゃん、はい、うん、でやっぱり1週間このやらかされちゃうと、うん、みそぎってのは必要ね。みそぐな、もういいじゃん。この間インパチやったんだっけ。何がですか。あ、そう、この前インパチが2万ですよ。インパチやって、はい、デマに2上げてる、はい、プラス上乗せして、はい、だからこれ今度6でしょ。まあ、仮に2個やったらね。でこれはもう絶対にこのキャラの中で当たるんでしょ。いや、そうなの。あー、そうなんだ、ね、そうですね、赤と白があるのかな。うん、赤と白、はい、そうです、誰かが当たるっつって。いやし、いやいや、もう本当に勘弁してくれ、マジで、マジで。さっき、本当に、まあね、確かに翼くんちょっとお金使わせすぎてるから。いやいやいや、本当だよ、本当だよ。動画のネタがない、うん、もう、タクト。そうするとやっぱ翼くんが担当するでしょ。で翼くん面白いこと言えないじゃない、ガチャ回すしかない。勘弁してくれ。銭を翼くんが使うがもうネタだから。ネタじゃない、これは、ね、ネタにならない。6000、6000、6000あったら翼くん何したい。6000あったらもう美味しいものも食べたい、本当に。ステーキ食いたい。めっちゃ食いたい。1ポンドステーキ食べたい。ポンド食いたい。 T ボン食いたい。でも20連。なんで20連に T ボン。隣にさ、はい、ね、600地引きなしがいるの。いや、それは、その人間に対して6000ができねえってどういうことじゃん。いや、もうでもこれはもう僕はもうあなたのなんかいろんなことを知っちゃってるもんだからさ。でもまあ動画にしてないんだけどね。バカ、これ動画にしてたらスムーズにできたから、逆にこんなに撮ってくれたら、これは6ぐらいやんなきゃなと思った。いやいやいや、ていうかあのここの回をその動画でいいじゃんと思っちゃうわけだからさ。600連、おかしいって、ね、これ古事記だったら100連6回ぐらい出すのかな。まあいや全然いけるよ、うん、ほんとそれでもいいぐらいなんだから、ね、それだってやめよ。なんなら4時間ぐらいのライブでね、いやいや600連回してもよかった。いい、ほんとあのちょっと S 引いた時にこの S でスパチャもらえるんだからさ、うん、そんな僕がもうこれ6000円使う必要ないんだって。まあただやっぱ翼くんこれね、何、うん、当たりばっかじゃ基本的に。いやだからまあそれに関して言えば別に外れがいるわけじゃないよ。ねえ、ゲマだって、ゲマは関東地点でしょ。ゲマは関東地点、そう、これだからね、うん、簡単に言うとゲマで釣ってきてんだよ。うん、ああ、まあまあね、あとメタルカイザーのみんなとかありますよ、うん、はい、そうそうそう、でも、まあ、とりあえず回しとこう。いやいや、僕も本当にあのこの回が嫌すぎて、うん、ちゃんとこのね自分のミスをスクショして、うん、このこれではネタになればいいなと思って、うん、一個ずつ少し。それは後でやる。やるの、もう、いや、ま、冒頭だからここ。はあ、もうちょっと勘弁してください。さあ、もう、まあ、もうこれ以上いいからさっさと。いやー、もうマジで、回しましょう。いや、もうないんだってほら、うん、もう優勝が僕2700しかないから。そう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 、はい、チャージ。もうやだよ、やだよ、出番がいけない。いや、もう、ま、マジ、いや、何も使ってんの、ほんとに。
やばいよ。電話にあげちゃったからね。いや俺だってあげる気なかったんだもん。大切にスロット打ってくれるかな。いや分かんない、もう今の時点で出馬さんがどういう使い方するか分かんないけど、本当にあなたが一番ハスを使ったせいで僕はもう無駄な出費がポンポンポンよ。本当に素晴らしかったね、あのインパチの。いやそれだからすごいの。これだから翼くんもさ、はい、出馬にふっかけられてたら、はい、乗ったのかね。これ逆だったらどうだったんだろうね。1万8000か。まあでもやったろうね。まあまあでもやるな、まあいつには負けたくないよ。さすがにやるしかねえなってなったよこれは。まあそれ出馬さんの男気でもあるし、そこは返さなっていうところあるから、まあとりあえず回してみる。聞いたよ。まあじゃあ、うん、僕まあ言うてこの中だったらメタルカイザー、まあ、本当に言いたいのかな。 え翼くんさ、はい、まあライブ、はい、あの今週は多分どっかでやってると思うんだけど、はい、前回あまりにも具合が悪くてそうスルーしたでしょ。その言い訳はまあしてないからね、はい、もうね、また忘れてやがる翼と、はい、ああ思ってる人もいますね。そうね、はい、まああるしさ、はい、あと何かとなんかライブをやるとさ、はい、ちょっとした賭けにしようかなと思うんだけど、はい、あまりいい案が浮かばないでやめるっていうのね。でそれじゃないと自分のトーク力ではならないという、なんかちょっとね被害妄想にも陥ってる、ね、いや僕今本当にダウン状態だから、うん、やっべえと思って。面白くないもんだって、うん、いやだから何かしなきゃっていうさ、あのね、なんだろう、やっぱプライ普段ねカメラが回ってないとこでも面白くないから、はい、なんつうかよ、なんかねうるせえだけど、本当に最終はうるせえなってしか残らない、はい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 、まあ、早く回しなさい。もじゃあなんでそんな話をした。いや回しなさい。何をしている私が本当に。もういいわ。もうなんでも手止めちゃって。いやもう俺なんか回しちゃってますよ、はい、なんかしらみんなをやってんのに完全にトップ画面の状態でずっと喋ってる。何のためのこのリアルの画面なのか。雑談が楽しいんだ、ね、僕本当はタクトもなしでいい。これに関してはやりながらみんな喋って、いいのいいの。僕あのなんかこうやってあでもねもうあのライブ配信、ね、これでもさ何僕考えなかったけど、はい、地引き引きは引こうとみんなこれしか出ないってことだよね。っていうことなのかな。だからすごい奇跡の紙引きする人っているんだ、ね、いるかもしれない。僕でもちなみに今地引きゼロでしたよ。おかしいんだよこれ。ないのかな。あの出間もさ、はい、地引きしてねえんだあそこ。いやまあそうだね。だからあれはやってるよな。いや明らかにおかしいんだよ。せっかく金使ったみたいな。ゲンバーゲンバープラ1だから。プラ2プラ2プラ2すごいよ。おかしい。僕こいつのためにかけらつこうた。ゲマプラ2なんで、もちろんスピードに振るんでしょ。いやスピード振るよ。振るけどちょっと待ってくれ。下手するとハイ課金のゲマに勝てる場合ある。いや勝てる可能性あるけど違う違う違う。当たりだけど外れ、外れだけど当たり。難しいところ。先にだから何色からやったらいいの。メタルカイザーが入ったのが白かな、うん、やりました。いや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 、ちょっと勘弁してくれマジで。ゲマプラ1は大当たり。プラ2プラ2だ。プラ1できたんだから今ね。今したよね。いやもうマジできついって。いやもうマジでメタルカイザー出て、いやあかんって。本当に3000円ゲマプラ1はメタルカイザー。メタルカイザーもだったら、だってなんかそこに作るんでしょメタルカイザー。せめてメタルカイザーにしてくれも、まあ、貫突ありきだけどね。貫突ありきだったら辛いけど、今無凸なのメタルカイザー。プラ1ぐらいじゃねえ、1凸ぐらいで。あー地引きもない。金ばっかり。おかしいぐらい地引きしなかった。ちょっともうなんかなくなったんだね。そうないよ。そこ抽選してないんだ。はい本当にもうなし。これも連打するとき無駄やね。こんなことしとってさ。いいよ。だから最近こうやって考えるとあんまり言われてないけどもね、はい、こういうとこもやってんだよ、ね、いやだからじわーっとしたところでさ、そうそうメタルカイザーが来そう。さあもうさあ出なきゃ。やっしゅやすれメタルカイザー行ってるために6000は高え。とりあえず面白いこと言えないからでかい声を出すっていうのもうそろそろやめてほしい。いやーあーもう、はい、ということで、あーちょっと待って、黒龍丸やっていい。やりたいな。もうちょっともうせめて余っちゃったから。そうもうせめて黒龍丸させてくれ。もうほんまにだって強いんでしょ黒龍丸。黒龍丸 ね、まあ、だからこれは本当にあの噂ではさ、はい、高難度とかなんかああいうので三河市役としても使えるんじゃないかっていうね、はい、だってあの誰だっけルチアですよね。誰だっけあの人、あの人がやったんでしょ。なんだっけ、なんでルチアが出てきた。いや僕今攻略行こうルチアですなっちゃってて。ああなんだっけ一番好きなんだそこ。いやなんか見てるなみたいな。この間いいね押されましたよ僕ルチアに。そう、 そうなの。そうあの声に。いやらいいねってなってるあの声。マジかよ。ちょっとちょっとちょっと正直もうだったら本命よここ、うん、本当に。あ優勝やんのね。優勝。いやもうだって無償やったところでここ3日やっとこうか。すいませんいただきます。久しぶり久々の。あーっしゃ行くぞ。ヘアスタイル変えてたからね。知る人と知る。まあなんかもう地引きもないしこれえがつないきついな。3日やって、はい、目つぶった状態で、はい、僕だけが先に見ようかな、はい、あそうですね。まあ視聴者には見えてるんで、全身全霊のじゃあ3日やるぜ。
スリーツーワンだから、正確にはね。はい、あ、俺なんて言った、ワンツースリーって言ったら、わかんない。いや、もうマジで黒龍丸に関してはガチで欲しいの。6000円使いました。メタル改ざんになりました。ゲームプラ1、プラ2ですか。まあまあ良かったですよ。ただここ、4分の1なわけだから、目を開けたら黒龍丸が出ていると私は知っております。よろしくお願いいたします。いきます。3、2、1、黒龍丸出たー、よかったー。じゃあ1万円はよし。はい、シャドーマンでした。よかったー。出るんだ。ああ。でも1万って、バカじゃねえの、マジで。いや、もう。翼チャンネル。チャンネル登録してくれよ。な、な。チャンネル登録してくれよ。な、な。